ヴァンガード甲子園。世界中で大人気のカードゲーム、ヴァンガード。もちろん、みんな知ってるよね。ヴァンガードの高校ナンバーワンを決める大会、それがヴァンガード甲子園。昨年までのヴァンガード高校選手権が装いも新たにグレードアップ。キュンキュングレードアップだよ。全国のファイターたちが集まってくるのを今や遅しと待ち構えているわ。かつなぎ財団プレゼンツ第1回ヴァンガード甲子園、まもなくエントリー開始。私たちウルトラレアも全力で応援します。ヴァンガード甲子園で優勝するのは私たち福原高校よ。ノートリガーで気合入ってますね、あーちゃん。我が福原高校は昨年度選手権の優勝校、無様な成績を残すわけにはいかんのだ。俺たち出英高校にだって優勝のチャンスはある。甲斐俊樹が入部してくれればだろ。一回でもお前があいつに勝てば入部するって約束なんだよな。まあだからこそあんたに特訓の相手をしてもらってんだろ。言わさんよ、かない、完全ガードだ。行くよ、ロキ君。ライド、モナークサンクチュアリ、アルフレッド、イマジナリーギフト、フォース、スキル発動、ブラスターブレード。ヴァンガード甲子園が近づいてますます気合が入ってきたな、アイチ。何しろ我がカードファイト部が正式に部として認められてから初めての公式戦ですからね。ある程度の実績は残したいよね。それもあるんですけど、どういうわけかわからないけど、ヴァンガード甲子園には絶対優勝したいって強く思えてしまうんです。はあ、優勝宣言か。愛知にしては珍しいな。自分でもそう思う。いいじゃねえか。ん？一緒に表彰台に登ろうぜ、直樹くん。さあ、ファイトの続きだ、愛知。カードファイト部部長の仙道愛知くん、至急生徒会室までお越しください。ああ、もういいとこだったのに。なんだろう、生徒会室に呼び出しなんて。とにかく行ってきます。カードファイト部の仙道愛知です。入りたまえ。失礼します。カードファイト部は廃部だ、廃部だ、廃部だ。え、必ず非常事態こそ湧き立つ温度、やられっぱなしはありえない。 Can't get enough, can't get enough、 絶好のチャンスは逃すな。 All right、 不可能は一切潰せ。何千回、何万回、何億回でも秩序の声で Wake up! 光線の西洋光を揺るがない姿で真っ当勝負で求め道は切り開け。 Fight is 心と Fight is 体で最高の瞬間を追えば勝利の旗を振れ。Bermuda Triangle!Look at all the wonderful outfits! They even have a matching set! How cute! Extra Booster Primary Melody, available May 17th, Bushy Road! Vi Schwartz,
Let's play a game. Even on this new stage, there'll be no defeat for Black. No Game No Life, Trial Deck Plus and Booster Pack. Now on sale. Bushiroad. カードファイト部が？一体どういうことです？部の設立には5人必要なのに、申請書には4人分の名前しかないって。そんなバカな。確かに4人だけなのです。いや、おかしいだろ。俺たち5人揃ったからって申請書。もう一人誰かいなかったっけ？そうだ、写真。そうか、カードファイト部結成記念にみんなで写真を撮りましたね。4人。そんな。生徒会には3日以内に部室を明け渡すように言われています。お手柄だったぞ、長城くん。君が仙道愛知の正体に気づいてなければ大変なことになるところだった。彼がいれば近く行われるヴァンガード甲子園でも予選を突破し決勝まで勝ち進む可能性がありました。そうなると交通費がこれだけ。ん？決勝まで残ると宿泊費がこれだけ。ん？さらに諸経費を加え合計でこれだけ。けしからん。部活動予算は赤字に転落し、我々の3時のおやつも41のアイスからゴリゴリ君になっていたかもしれないのです。グローバルな観点から見ても廃部にして正解だったんだ。これも連中が部員不足などという初歩的なミスを犯してくれたおかげです。本当初歩的すぎるミスよね。部員不足が原因ならまた部員を集めりゃいいだけだろ。でも3日以内なのです。それはそうだけど、部を作るとき入部希望者が押しかけてきて大変だっただろう。そういえばそうよね。アイドルがいるみたいだったぜ。いるじゃないですか。え？剣道くんは私の、いえ、ヴァンガード界のアイドルなのです。あま、部員集めなんて楽勝楽勝。気分は森川とファイトする甲斐俊樹だぜ。負けるなんて 200% ありえねえ。そんな嘘だろ。もうやったぜ。どうだ俺の実力。こんにちは。あら、新さん。あ、美咲ちゃん、お帰りなさい。何があったの？甲斐くんが森川くんに負けたんだ。マジかよ。約束だ、ヴァンガード部に入部してもらうぜ、甲斐俊樹。甲斐くん、この前ここで伊吹と何年かぶりにファイトした。伊吹さんと？そこで負けてからだ。ヴァンガードをやってもどうも気分が乗らなくてな、うまくイメージできないんだ、惑星クレイで戦っている姿が。こんな調子じゃヴァンガード部に入っても足手まといになるだけかもな。そんなことは。俺は何かをなくしたのかもしれない。だがそれが何なのかわからない。もちろんみんな知ってるよね。ヴァンガードの高校ナンバーワンを決める大会、それがもしかしたら僕も。昨年までのヴァンガード、何か忘れてない？え、歯磨きしてないでしょう。ああ、寝る前にちゃんとしてね。おやすみ。僕も自分で気づいていないだけで何かをなくしたのかも。おはよう。一緒にヴァンガードやりませんか？初心者でも OK です。どうぞ。一緒にヴァンガードをやりませんか？
ヴァンガード界のアイドル仙道愛知君と一緒にヴァンガード甲子園を目指しませんか。いや、よろしく。スマイルスマイル。いや、よろしく。何やってんだよ、みんな逃げちゃったじゃない。いや違うんだ、これは。番長だって逃がしてるじゃねえか。番長じゃない。うるさい。はあ、たった一人でいいのに。なかなか入部してくれませんね。俺のせいじゃないからな。なんだよ。別に何でもないのです。悪いけど今日はバイトなんだ。これで帰らせてもらうよ。僕らも後で行きます。何、まだあと2日あるんだ、なんとかなるって。だといいですけど。置いてる。あ、なんだこいつ、ストーカーですか。お前たち何の用。それはこっちのセリフです。勝手に入らないでください。勝手にではない、この部屋が私を呼んだ。我が研究の拠点にせよと。え、ファイトテーブルに乗らないでください。我が名はエル、中神エル、超能力研究会の名手だ。またの名を邪眼のエル。With our imagination, extra booster light of salvation, logic of destruction, available June 7th, Bushy Road. Bermuda Triangle! Look at all the wonderful outfits! They even have a matching set! How cute! Extra booster, primary melody, available May 17th, Bushy Road! Buddy Fight 8! Is this Destroyer's final form? We've overcome so many fights, and we're only going to get stronger from here. Drago Knight, now on sale. Bushy Road. Vi Schwartz, let's go. Is everyone ready? Let's have fun in a multi-life. Band Dream Girls Band Party Multi-Life Booster Pack, on sale from May 31st. Bushy Road.能力研究会の名手？そんな部活あったか。会と名乗ってるからには同好会なのでしょう。正式な部ではないはずなのです。ここはカードファイト部の部室だ。ドアに書いてあっただろうが。我が邪眼をもってしても文字の存在は確認できなかったが。そんなはずは。書かれてないですね。じゃあ記憶違いか。もしかして入部希望者ですか。いきなり何言い出すんだよ。だってヴァンガードのデッキを持ってきてるから。ほう、よく見破ったな。ヴァンガードのデッキだが、これはお前らが考えているようなものではない。 ESP カードだ。 ESP カード。確か超能力の判定に使うカードですね。星や波などの記号が書いてあります。見せてやる我が邪眼の力。仮面の王ダンタリア。すごい当たった。誘惑のサキュバス。また当たった。あの包帯透けてるだろ。このカードを使いこなせるのは我のみ。カードはあんな風に使うものではないのです。許せないのです。シンゴ、私が使い方を教えてやるのです。ほう、ついに第一の使徒が現れたか。使徒？ツッコミ不要なのです。私とてこのカードのもう一つの使い方は理解している。相手をしてやろう。スタンドアップヴァンガード。立ち上がるがいい。先導者よ。ア
ライド、人流マガツウィンド、ライド、バーミリオンゲートキーパー、ネジチェック、ノートリガーです。シンゴが負けた。この人強い。真の力を使うまでもなかったな。あなたたち、ここで何をしているんですか？廃部だとはっきり伝えたはずだが。でも3日以内に部員を集めれば。3日というのは単なる退去期限だ。その間に荷物を整理しろという意味しかない。それがグローバルな常識だ。カード遊びなどにうつつを抜かしているから、そういうグローバルな視野が欠落してしまうのだ。まったく情けない。でも再申請は認められてるはずです。君たちは虚偽の申請により部を作ったのだ。簡単に再申請が通ると思うな。あと3年、いや私の目の黒いうちは再申請が認められることはない。そんなあんまりなのです。滅びは定め、マニフェスト、デスティニー。黙示録の果てに、あそこは我が超能力研究会の約束の地、プロミストランドとなるのだ。は？あいつは一体何なのだ？中上さん、超能力研究会の代表、部への昇格申請を何度か出しています。グローバルな校風の宮地学園にはふさわしくないと会長が却下しましたが。超能力研究会に全国大会はあるのか？多分ないと思います。あっても問題ありません。もし遠征費を請求されたとしても、超能力で瞬間移動しろと答えればいいんです。その通りだな、長城くん。あの物質は超能力研究会のものとする。中上くん、すぐに部への昇格申請書を出してくれたまえ。許可され次第、あそこは君たちのものだ。我は天命に従うのみ。とりあえず代筆でいいので、5人以上の部員の名前を書いておいてください。え、5人？この机を使ってください。ああ、それが天命ならば。どうしたのかな。他に部員がいないのでは。うやめろ。すまねえ、我が右腕を。どうした中上くん。こいつが生贄を欲している。このままでは危険領域に突入してしまう。このままでは君たちにも危害が及ぶ。残念だが申請書は明日提出させてもらう。フレームアウト。命拾いしたのかな。美咲さん、買い出しですか？うん。ヴァンガード甲子園か、出たいよな。仙道君はウルトラレアの方とも会ったことがあるんですよね？うん、アジアサーキットの表彰式でね。でも特に会話したわけでも。このコーリンって子、髪型変わってない？そうですか？そんな気がする。あれはアジアチャンピオンの仙道愛知くんでは？あそこです、コーリン様。そうね。下校中のようですね。コーリン様も学校に通っていれば、あのような学校生活を送られていたのかもしれませんね。うん、愛知じゃないけど、私も絶対優勝したいって気分なんだ。自分でも不思議なんだけど。
そのためにはまず部の存続ですね。もう一度生徒会に頼んでみましょう。そうだね。行こうぜみんなで。愛知お兄さんたちどうしたんすかね。まさかヴァンガード甲子園が1チーム5人の団体戦とは。去年の高校選手権まではチーム3人の団体戦だったのよ。今回もそうだと思い込んでた。規模が拡大して変更したんですね。あと1人、あと1人でいいんです。誰か部員になってくれれば。愛知、申請書見せて。あ、はい。代筆でもいいんだったら適当な名前書いて。なんて名前にしようか。立薙降臨とか。それはちょっと。この申請書一度は受理されてるのよね。あ、そっか、これは使えるわね。え、なんです、美咲さん。なんだ、また君たちか。失礼します。カードファイト部は廃部だ。決定に変更はない。帰りたまえ。もし本当に廃部になんかしたら会長の経歴に傷がつくよ。どういうことだ。この申請書、不備のあった申請書など意味はない。でもここにはしっかり生徒会長印が押されている。愛知、この印は確かに生徒会長が押したんだよね。はい、この目で見ました。ああ、私も見ました。つまりこの申請書は生徒会長が校則を全く理解していないという事実を物語っているのよ。これは大問題だわ。それとも4と5を数え間違えるほど算数が苦手なのかしら。さすが番長。番長じゃない。だが部員不足の部の存続を認めるわけにはいかんぞ。それこそ経歴に傷がつく。だから勝負しましょう。生徒会とカードファイト部で対抗戦をして、私たちが勝ったらあなた方に入部してもらう。では君たちが負けたら。その時我が超能力研究会に4人まとめて入部してもらうぞ。約束の地を得るために。誰？中上さん。やっぱ部員足りなかったんだな。我が力、元老院の諸君に貸してやる。生徒会です。役に立つのか。昨日そこのメガネを冥界送りにした。うん。では4対4ということで。待って、仙道君はアジアチャンピオンです。彼が出るのはフェアじゃありません。そうだそうだ。彼を除いた3対3なら受けてもいいです。わかった、いいわね愛知。はい、僕は美咲さんを、直樹君を、慎吾君を信じています。愚か者どもね、我が生徒会のグローバルなパワー見せつけてやろう。Premium standard format? Get the essentials you need, along with Frameless Seroth Dragons Revival Collection Volume 2, now on sale. Are you premium enough? Buddy Fight Ace, mastering the Knight's Way, the peerless dragon is here. Start your Buddy Fight journey today with G Boost, Ace Trial Deck Dranite, now on sale, Bushy Road.離れ離れ幼い
30秒でわかるカード紹介コーナー。今日紹介するカードは愛知くんの分身ブラスターブレード。登場時にバーストバスターで相手の前列リアガードを退却させるぞ。さらにヴァンガードなら4体以上のリアガードをコールしていれば仲間たちとの絆でクリティカルが1アップ、強力なアタックを仕掛けられるんだ。ファイトの序盤から終盤まで活躍できる頼もしい切り札ユニットだ。このカードで君もライドザ・ヴァンガード。グローバルな人材育成をモットーとする宮地学園のグローバルな生徒会長内藤立脇だ。まずは視聴者の諸君にグローバルな挨拶だ。グッモーニー会長。主要人口を考えると中国語でも挨拶すべきでは。そうだな。ニーハオ。それはこんにちはでは。シッ、黙っていればバレない。スペイン語も無視できません。アディオス。それはさよなら。シッ、それからヒンドゥー語。あ、会長が馬に。Team League is back again for Bushiroad Spring Fest 2019, featuring games such as Card Fight Vanguard in both standard and premium format, Future Card Buddy Fight, and Vi Schwartz. Prizes include PR cards, playmats, and more. Regionals will be held at the following locations in North and Latin America, Europe, and Asia Oceania. Visit our website to find out more. Bushiroad.